んにちは。埼玉バーチャル観光大使の春日部つくしと申しますわ。本日は埼玉市大宮区にある鉄道博物館にやってまいりましたわ。テンション上がりますわね。鉄道博物館は JR 東日本創立20周年記念事業のメインプロジェクトとして平成19年埼玉市大宮に開館いたしました。平成30年には全面的リニューアル。日本の鉄道の歴史と魅力がギュッと詰まったミュージアムなんですわよ。足もしっかり予習してきましたからね。前振りはここまでにして早速参りましょう。まずは博物館2階の車両ステーションが見渡せる場所にやってきました。うわーすごい、いろんな鉄道が盛りだくさんって感じですわね。こちらは国指定の重要文化財1号機関車ですわよ。とっても貴重な日本の第1号機関車、可愛らしくも凛々しいお顔ですわ。ど真ん中で目立っているのは C57 系蒸気機関車ですわ。金星の取れた美しいお姿はまさに愛称の通り貴婦人。いやー凛々しい出立ちですわ。こちらのキハ41300系機動車はなんと車内の見学ができるみたいですわ。早速中に入ってみましょう。わあ、車内ではプロジェクションマッピングによる車窓が楽しめちゃうってことですわね。すごい、これが当地の風景か。わあ、200系電車ですわ。実はこの車両の下に潜ることができるんです。早速足も潜ってみましょう。うわー、上見てみてください。はあ、私たちが普段乗っている電車ってこんな風になってたんですわね。南館1階仕事ステーションにやってきました。初代山形新幹線翼用の400系とお花の長い最新鋭の新幹線 E5 系が展示されておりますわ。時速320キロの営業運転を行う E5 系、本当にかっこいい。翼用400系もこのメタリック感惚れちゃいますわね。じゃじゃーん、こちらが新幹線の運転を体験できる E5 シミュレーターですわ。このシミュレーターでは最高時速320キロでの運転を体験することができちゃうんです。わーすごーい、一緒に体験してみますか。続いてはこちらをご覧ください。大きい、なんと日本最大級の鉄道模型ジオラマなんです。今日は私たちのために特別に貸し切りにしていただきましたわ。このジオラマは解説ショーも行われていて、早朝から夜遅くまで休むことなく走る電車の一日を時間を追いながら見ることができるんです。新幹線や通勤電車、貨物電車などいろいろな電車の走行が解説とともにお楽しみいただけますわ。この他にも様々なプログラムがあるみたいです。南館の屋上トレインテラスにやってきましたわ。わあ、いい眺めですわね。下には本物の電車が走っておりますわ。上から見られるなんて感激ですわね。いやーでもそろそろたくさん歩いたしお腹が空いてきませんか。ご飯にしましょうか。足いい場所知ってるんですわよ。ついてきてください。ここに行きたかったんですわよ。トレインレストラン日本食堂さん、食堂車をテーマとした高級感のあるレストランですわ。いやー初めて入ったんですけれど緊張してますわね。贅沢なメニューもいっぱい、何にしましょうかしら。足これにします。デミグラスソースのオムライス。あーお腹いっぱい、今日は楽しい一日でしたわね。見て見て、あれ、釣り革のシャンデリア。最後はミュージアムショップトレニアートであなたへお土産を買って帰りますわ。
また一緒に遊びましょうね。バイバーイ。